親父さんでございます。今日はね、どこだ、千葉県袖ヶ浦市に来ておりますが、終わり屋さんというスーパーで海苔弁当を買ったので、これをねちょっと食べていきたいと思います。その他にで、唐揚げと、唐揚げはね、本当はもうちょっと少ない、半分ぐらいのが良かったんですけど、これがね、その中で一番少なかったんで、これを買ってきました。そして野菜コロッケを買いました。最近のスーパーはね、ソースとかが置いてないところが多いんで、それがちょっとね、残念ではあります。それではね、いただきます。海苔弁当はね、これが白身フライとコロッケのバージョンがあったんですけど、白身フライのにしました。卵焼きとちくわ天ときんぴらとシューマイなんかがついております。醤油が小袋1個しかなかったので、このコロッケも一緒に乗っけてかけました。今ねちょっとお弁当食べ進めてたんですけど、見てください、これ輪ゴムが下から出てきました。これはクレームの価値があるんじゃないでしょうか。これでも入れたって言われたら何とも言えないよね。これ持って向こうは信じんのかな。輪ゴム入ってましたよっつって、下に、下に入ってわざわざ入れないもん、ね、入れないよね。ちょっと怒りプンプンです。はい、ってことでごちそうさまでした。見えてるかな、午後の紅茶、美味しい無糖をね飲んで終わりたいと思います。しかしね、残念ながらお弁当には異物が混入されていたので味が分かりませんでした。ごちそうさまでした。